焼酎梅酒日本酒今日は何を飲もう。はい、こんにちは。今日は9月の20日、火曜日なんですけどもね、3連休の後です。昨日、酒屋さんに行ってきました。4本ほど買ってきました。一つは、熊本天草の甲州米焼酎と、一つは和歌山の西下梅酒、まあ西下梅酒で、もう一つは、これですね、鶴梅の完熟定番です。でちょっと変わったやつでクラフトジンということで、宮城のクラフトジン欅です。はい。で、今日はこの中で、西下梅酒の紹介をしたいと思います。まあ、うちの店がオープンしたのが2006年の9月の7日なんですけども、今年で17年目という形になってます。でその年かな、オープンした年に、オープンした年かその翌年の2008年かに入れた梅酒なんですけど、で今回、買ってきました。久しぶりに、多分本当10年ぶりくらいだとは思うんですけどね、まあ、動画で紹介動画があったら多分そこから数えてという形にはなると思います。でも元々ね、昨日砂町銀座、に行って、伊勢新酒店っていう酒屋さんに行こうと思ってたんですが、まあ、その酒屋さんが見つからずに、探してる間に、まあ、雨が降ってきたので30分くらい、まあ、雨宿りをして、その後、亀戸にある長谷川さんに行ってこの4本を買ってきました。はい、ではちょっとこの梅酒飲んでみようと思います。久しぶりですね。久しぶりに、西下梅酒。ここか。毎回置き忘れますけど。じゃあもうちょっとこのね、飲もうと思います。あ、うん。梅酒の香りがします。当たり前だけど。当たり前のように思うけど、梅酒って梅だけじゃない、混合物って混成物。混成されているものもあるので、梅だけじゃない香りがする梅酒も結構あるんですよ。まあ、純粋に梅酒の香りがしますね。なるほど。久々に飲んだ感想ですけども、飲んだ瞬間、舌の上に甘さが広がって、でその後に酸味がきます。まあ、その酸味はどういうタイプの酸味かな。ラムネ系の酸味かな。ベースが日本酒なんですよ。でここの西下梅酒、西下さん、日本酒を作ってる清酒蔵なんですけども、西下っていう純米酒、日本酒を使っているわけではなく、この西下梅酒を作るように、まあ、どうやら梅酒を、日本酒を作っているようです。それに梅をつけたっていうことになりますかね。まあ、和歌山だからね、江南港かな、南港梅かな。でも本当シンプルに美味しい、シンプルに梅酒として美味しい感じがします。特に変わった感じがあるわけではないので、しかもまあまあキレがあるので飲み飽きないタイプですね。まあ、うちにあるんだったら水戸の100年梅酒みたいな感じで飲み飽きないタイプの梅酒です。美味しいですね。久々に西下梅酒飲んでみました。またね、バイバーイ。